画面ロックを設定してスマホを保護する方法をご説明します。画面ロックとは、一度スマホの画面をオフにすると第三者にスマホを操作されないよう鍵がかかる機能です。ご自分に合った方法を選択できます。ホーム画面で設定をタップします。ロック画面とセキュリティをタップします。画面ロックを選択をタップします。設定したい画面ロックを選択します。電源を入れたとき、ロック解除を必要とするか選択します。入力が必要を選択した場合、ロックを解除するまで電話やメールの受信、アラームなどの機能が使用できません。端末の紛失時や盗難時にスマホの情報を保護したい場合は、こちらを選択してください。設定が必要ない方はいいえをタップします。次へをタップします。解除時に入力する任意のピンコードを入力します。次へをタップします。確認のため、先ほどと同じピンコードを入力します。 OK をタップします。画面ロック時に表示される通知内容を選択します。 OK をタップします。これで画面ロックの設定は完了です。